前回のカツクラ、なんと昨日は大きな大きな発表が。そう、実はカツクラ今日で終わり、2018年最後のマイクラだ。そしてこのワールドとも今日でお別れです。はい、というわけでどうもこんばんは、カズクラでございます。いやー、この1年間皆様ご視聴いただきありがとうございました。いやー、このカズノコ村から始まって、そしていろんな町の方に行ってきたと思うんですけども、今日はですね、私が覚えてる範囲でのある程度の町を巡って終わっていきたいなと思います。というわけで早速行ってみましょう。まあ、まずこれ最初に出来上がった村です。おー、お前たちはケツゲか。いや、ケツゲがぴょんぴょんしておりますわ、この辺で。めっちゃぴょんこいつらに至っては出れなくなってんな。いや、こういう村もいいよな、今更だけど。スライム村、こんな感じで、名札少なめでもこいつら分裂するからさ、めちゃめちゃ増えてくるし、ここもべったべてるな。まあとにかく最初できた村がね、こちらなんですよ、カズノコ村。まあカズノコ社ができるだろうと思って命名した名前だけど、まさにその通りになってしまいました。やっぱ名は太陽を表すみたいな言葉があるようにね、そういう名前つけるとやっぱり残る。でもしかするとまだ地下通路残ってんのかな。いや、残ってないな。いや、ある、 あるわ多分こっちだよね。ちょっと行ってみよう。いや、ほんでね、しばらくしてから冒険に出かけてまた見つけた村があったんですよ。ただね、地上は危なかったから、この穴をね、堀に掘って超長いだよね、堀に掘って移動した村があるんですけども、その間にね、あの渓谷とか結構いっぱいあったんだよね。あれ、待って、食料足りない問題かこれ。入ってるっけ食料。ねえ食料ね、なんて爪が甘いんだ、なんて爪が甘いんだこれ。まあ行ってみましょう。なんだ、ちょっと待って待って、なんだ今のこれゴミ入ってるわ、ちゃんと回収しておこう。めっちゃゴミ入ってるめっちゃ、いや昔こんなんじゃなかったのに、なんだこれ、なんだこれ、なんかいつの間にかこんなんなってたわやっぱしばらく来ねえといろいろあるもんだな。ツタが伸びに伸びたみたいだね。もうちょっとだと思うから、もう少々お待ちください。ちなみに今日ですね、私唇パンパンに腫れております。理由はというと、娘と昨日じゃれ合って遊んでたんですよ、寝るときに。そしたら娘が持ってたね、プラスチックのまあまあ大きなおもちゃがカズさんの唇に直撃してさ、歯となんかおもちゃに挟まれて唇パンパンに腫れる事件。なんだ、今もまだ腫れてんだよなもうダメだよって言っておきました本当皆さんもね、子供とじゃれるときは子供なんか持ってないからね、注意して。ピンポイントな攻撃来るからね。さあ行こう。お、なんか生き物がいた。あ、お馬さんだ。はい、こちらがですね、2つ目に見つけた村、端村でございます。端っこの方にあった村今で言うと別に端でもないんだけどさ。いやー、それもね、その後開拓が行われて、ほらめちゃめちゃ立派なね、マンションがここ建設されたというところでございますね。だ、肝心なね誰も住み着いてないんじゃないのかな。ガチ住みついてないのこれ。え、結構ね、全然だな、全然ですわこれ。いや、結構扉が置いたからさ、住んでくれるかなと思ったんですけど、いや全然でしたねこれ。あとなんか下見てみると、謎のこれ下から泡ブクブクさせようと思って、これ昆布植えてたんだな。これ多分寿命来ちゃったんだろう。22歳以上になるとさ、このジャバの世界はダメなんですよね。次の世界だともしかすると無限かな、年齢あんのかな、次のね統合版は。ここにもいろんなものが預けておこう。こうほんで忘れちゃいけないみんな覚えてる、ここにねまだ村があったんすよこれ。ちょっとこっち行ってみるか。みんな元気してるかな。はい、ここ廃校村です廃校村です。あ、まだまだお子さんもいて、ここに食べ物もしっかりと、なんかあったんだよな、なんか隠し通路あったよねここ。どうやって行くんだっけ。あ、覚えてるこれ、行くよ。ほらほら、これ隠し通路いいでしょこれ、これいいでしょ。あ、こんなところに食料入ってんじゃん俺、ありがとうございます。え、結構思ったより食料入ってたな。ほんとこれ出口がね、出口なくね、これ出口ない、出口ないやつやこれよいしょ、ぽいぽいっと。他ちょっと特別のなかったよな。あ、ここ砂風呂だ。この砂何かなと思ったら、これ砂風呂だわ。あったな、そういうの。どうやったら分かるんだったっけ。じゃあせっかくだからさ、あ、しかもこれ壊せねえんだこの砂風呂。ちょっと構造を見てみたいよねみんな。忘れちゃってる人もいると思うから、傘忘れたもん。あ、
下にこれね、これを置くと砂風呂になっちゃうんだ。あ、やべ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 、確かここにここにベッドがベッドが、あーしょ、あーよく寝た。はい、小村本当に寝心地よかったっす、ありがとうございます。あっそうそう、さあさあ上の方向かいましょう。まあでもこっから先の方はあんまり冒険してないような気がするんだ。そうだよね、なんか端っこなんか木が抜かれたような跡がないような、ないようなないね。こっから先はあんまり行ってないんだ。うんなら次は松村だろ。うん、分かってる分かってる、松村の方ちょっと行ってみよう。方角的にこっち方面だったと思うんだけど、どう？あーやっぱ当たってる当たってる当たってる、こっちだ。これ今は、あ今もうねえかな。途中ねイルカさんとかめちゃめちゃ閉じ込めたね、そういう場所なんですけど、確か解放したような気がするんだよな。ほんでね、このバージョンでようやくこの泳ぐっていう、おっ違う、全然解放してねえよ全然解放してなかった。あとなんだお前は、いった、ちょっとつや解放してあげよう。イルカさんほら、あめっちゃ出たがってたんだこいつ、ほら最後だから解放してあげよう。いや確かイルカさんがいるとね、尋常じゃないぐらいね泳ぐのが早くなるんだけど、この先っちょぐらいにねいるんすよね、イルカさんが。右手よー見てて、よー見てて、右手側いる？ん？いたかい？通り過ぎてるなこれ完全に。ん？あ遅くなった。え今いた？イルカいたよね多分、分からんけども、ちょっとこれ全員解放だわ、これ解放物件。あ痛いねー、痛い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 、みんな連れてこられたんだよなー、カズクラにこっちの方はいなかったっけ、もう今いなかった。ここもう2マスになってるからもういないかな。あもう村だこれ。そうだね、入り口のイルカを解放しただけでこっちのやつはまだなんだわ。ちょっと解放してあげよう最後だから。痛い、どうもどうもこんばんは。うわうわ、なんかしかもゴミでずっと遊んでたのお前このゴミずっと消えなかったんだ。魚じゃないよ、哺乳類だよ、解放したよ。あっててててててて、いやこれ大変だったんだよイルカさん連れてくるの、これ結構大変なんだよ。やった人いるかもしんないけど真似して、痛い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 、これ何頭連れてきたんだこれ、信じられないぐらいいっぱいいるわ。オッケーオッケーオッケー、今度終わりでございますね。じゃあちょっとね行ってきますか。松村と呼ばれるね、もう素晴らしい村があるんですよこれ。あ見えてきた見えてきた、いやすっごい高い城壁を最高だな、あの木、あのマンションぶっさ、あっこれも覚えてるかい、もう気合で100匹か200匹かねついてきたんですよこれ、ほらお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 ら、でもこれ気合だったよこれ、うーわ気持ち悪、うーわ気持ち悪これ、気持ち悪これ、いやこれ熱帯にほんと良かったよね今回。なんかすっげー作り方によってはさ、あのにぎやかなのできる、でもねこんで200か250か知んないけどいるんだけどさ、結構少なく見えるよね。だからもっともっと小さい水槽でね浮かべるのがいいと思うんだけど、まあ、松村よいしょ、ん大丈夫、人っ気が、あいるいる、人っ気がないと言おうとしたら一回ねほぼ全滅まで持ってかれた松村ですけども、ここまで無事にね人口増えました。上の方もね誰かね使ってねくださってね、いないですね。カズさん作ったマンション誰も使ってくれない、あるある、誰も使ってくれませんまあここは砂漠の中にふとできた松だけが植えてあるあの村でございます。昔はね司書さんがめちゃめちゃいっぱい住んでおられたんですけども、全滅しまして、結果こういう風になってしまいました。でここにねほらこのドクンドクンがねコンジットが植えられてて、コンジットの中だと呼吸もできるっていうね、ほんで常に明るいっていうのがポイント。下にね地下倉庫もね作っといたんだけどね、まあ一切使われることなくね、いらないもんポイって置いて、そんだけ終わりましたね。これ貴重なダイヤとか入ってねえの、入ってないな。あこれはサボテンにぶち当たったウサギじゃないか。
くそ、俺はお前を食べて強くなる。焼けてない焼けてない、全然焼けてないよ。まあ昆布とかも新要素でね今回出てきて、まあ、すごい助かりました。さあ次回ね、なんか村を襲う別の敵が出てきてるとか出てきてないとかってあるからさ、そこも心配だよね。ちょっとね前情報なしにちょっとプレイしてみようかな。どういう状態で出てくるかどうかね調べてないんですよ。あ、できた。俺はこれを食べて強くなる。うまー。あれこの村ベッドねえのこれ。ちょっと待って、この村ベッドねえの。ベッド どうやって寝てたんだこれ。ベッドなかったっけ。ここら辺に置いといてたよな。まあ、ちょっとあっちの方も紹介していこう。はい、ここがですね、まか不思議な超効率の悪い、サトウキビ収穫地でございます。ピラミッド型。あ、ベッドあった。そうだ、これサトウキビ作ってる時にここに移設したんだったんだ。ぽい。あー、よく寝た。いやー、ほんと松村ありがとうな。次は寝酒のなんだここ。あ、これ砂集めした時のやつだな。どうも。はい、姉ちゃんの世界にやってきたと。あ、これって思い出したけど、ちょっと全然使われなかったあのトラップ見てみる。全然使われなかったトラップ、確かこっちの方のやつでしょこれ。ちょっとこれ最後だから右行こうよ。もしかするとめちゃめちゃいるかもしんないからさ。ね、どうなってんのこれ。なんで俺なくなってんの今。あれ、何これ。ガラスってこれスーって取れなかったっけ。あれ、なんでだろう。なんか変なアップデートでなんかダメになったのこれ。超微妙な移動。はい、これ、まあ、誰もかかってませんね。えいって押すとパリーンってなって、うん、本当はここでトライデントをねウハウハする予定だったんですけど、まあうまいこといかなかったっていうオチでございます。陸側から戻った方がいいな。今引っかかりすぎて危ないわ。こううい、ピックマンがいっぱい。いや、なんか確か作ったんだよねあっちの方に。ほら、いやもう全ん、あ、いやお前らって沈むの。むしろ窒息ダメージとかないのお前らって。マジでマジで初めて知ったんだけど、これお前ら沈まないんだ。はい、マジでお前らマジ言ってんの。いや、ピックマントラップになってるじゃないか。みっちみちにピックマン入ってんだけどこれ。肝心のあいつがねいない全然。なんだこれ、元の村戻りましょう。これやばいやばいやばい、エリトラの寿命が突き落としている。やばいよエリトラが。パクリはダメだね。なんか今の言い方聞いたことあんな。やばいやばい、エリトラやばい。もう誓うと思うんだけどね。いいよー。あれ、ここら辺だと思うんだけどな。あったあったあった。壊れました。まあ最後ちょうどよく村の方に戻ることができましたね。まあざっとですね、有名な建築どころを見れたような気がいたします。まあ最後ね、ちょっとあれで締めくくりたいなと思って、もう来年の運勢というかさ、まあ次の運勢をちょっと占ってみようと思って、ちょっとあの今までためにためたね企画があるんですよ。あー、このポテトも良かったな。そういえばね、うすしおくんと濃い口くんね、ポコニャンが作ってくれたの濃い口くん。これ可愛いよな。最後ぐらいケーキバク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 。さあなら今日はねダイヤモンド、何個だこれ、64と100個じゃないんかい。100個じゃないんかい。92個ですね。うん、92個。あとは幸運さんのこれでホリホリ。シーズン1の方でもねやったことあるんですけど、2.2 らしいんですよ。だから 2.2×92 で、202.4 個取れるらしいんです、確率論で言うと。だからそこを大きく超えていくのはこのカズクラだと思うんだ。この202個を上回ることができたら来年はすごくいい年。下回ったらねそれまで、来年はそれまでの男になるということだ。まあとりあえず最後のよく寝たかますとするか。開いてくれ、イノホテル。ではせっかくだからこのケツゲたちに、見守も、あっちょっあぶねえ、あぶねえ、これご指摘入ってたやつだ。あぶねえ、
あれさすがにあれ壊れた状態で新年迎えることできないでしょ。バチ当たるわあれは。危ない危ない危ない、壮大な数残しをね残して終わるとこでした。危なかった。積極的に直していきます。こっか、よいしょよいしょ、ポイッと。もちろん持ってきたぜ。よいしょ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 。あー、オッケーオッケー。あー、いい感じにできました。あ、最後祈願だけしてこよう。これパンパン、来年も皆さんが幸せでありますように。俺のことはどうでもいいんだ。あ、どうぞ、ここで聖なるこの字でいこうか。では参りましょう。でい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